この時間はロックバンドキングヌーのボーカルキーボードイグサトルがお送りしていきます。はい、こんばんは。こんばんは。あれ、これ大丈夫なの？入ってんの？入ってない。入ってないかも。それ花粉あげあげる。入ってる、入ってますね今。あ、そっちだ、そちだ。慣れないこと、いや慣れないですよ。誰ですかあなたは。あ、あ、こっちか。キングヌキングヌーのベース新井和樹です。はい、いやちょっとオープニングが結構やばいかった。今急に緊張してきたわ。あ、ほんと？すっごい落ち着き払ってたからさ、なんかやばいやばいやばい、ね、ちょっと大丈夫かなと思ってたんだけど、いやちょっとなんか、いやいや大丈夫。まあ俺も呼んだ手前さ、そのなんて言うんだろうな、まあ俺よりちょっとできるだけこうなんか話せないでいてほしいなっていう願望はあったんだけど、はいはいはい、まあ結構うまいじゃんその MC の回し方というかさ、そのっていうよね、喋る感じね。そう、俺はすごいそこに助けられもしつつ、うん、今日呼んだことによって俺はすごいなんかなんて言うんだろうな、追いやられるんじゃないかっていう、いやなんか一抹の不安はすごいあったから、いやなんかあの一緒にタクシーで来たじゃない、うん、お家からさ、うん、で今日俺マジで何も喋ること考えてないみたいなことを言ったじゃん俺がね、君ね、うんうん、あ、結構そういう感じなんだと思って、うん、だからまあ和樹がいるから本当に俺は今日は安心してるみたいな、うん、みたいな感じで、うん、あ、まあじゃあいいか、うん、頑張るかみたいな感じだったんだけどさ、うん、だから結構こう頑張ろう頑張ろうみたいな感じで来たんだけど、うん、でなんかタクシー乗ってこうここに着く前ぐらいからさ、うん、いやなんかそれ和樹うまくやっちゃったらそれはそれでどうしようみたいなめちゃめちゃメンヘラみたいになってるやん。めんどくさい女だったね、うん、いやでもちょっとね、今もういつものこうラジオは一人で喋るからさ、その1週間ぐらい前か、まあ普通に緊張してるんだけど、3日前よその俺のラジオの3日前ぐらいになると、うん、なんかもう世界がモノクロになってきてさだんだんねグラデーションかかってくんの3日前から。で当日の朝起きると完全に白黒、もう世界が怖いななのに、だ今日はなんか和樹と来るってこと決まってからの世界がもう彩りが鮮やかになって怖いよね。なんかなんかの歌詞であるじゃない、なんか君と出会ってからみたいな、うん、そうそうそう、世界が鮮やかに見えるみたいな、知らんけど本当にそれいやいやこれね本当、まあさっきも岡村さんのラジオ2人で急遽っていうかね、ちょっと挨拶できなかったから、ね、2人で出たけど、なんか最初ね挨拶できるって俺聞いてたからさ、うん、だからうわ今日会えるじゃんと思って、うん、結構それで緊張もしてたんだけどさ、うん、なんか今日ねやっぱ諸事情があり、うん、ちょっとあの本当にデリケートなんでみたいなことも言われ、うん、あ、まあまあしょうがないです、しょうがないです、いやもうそれはもちろん、うん、もうね、もうそれはそうですっていう感じだったから、うん、まあ会えると思ってなくて今日、うんうん、まあ、残念だなと思ってたんだけど、うん、なんかまあ挨拶行けますってなって、うん、でまあいざ行ったらこうね、まあ、出ちゃいますかみたいな、うん、あの放送さんとか、ね、いきなりだったね完全に。いやマジで会ってしょ、うん、ね3分だったからさ、3分ぐらいの時間だったから、うん、いやなんかもう完全に俺の香水とかもまたいじられててさ、なんかでなんか今日初めて会ったの和樹なんて、でありながらもさ、なんかめちゃくちゃ引き込んできたというかさ、岡村さんサイドにそう、ね、完全に2対1でもう、いやだってもう俺を攻め立てるみたいな、いやもう腕よ、いや今日も振ってんなみたいな、腕よ構成振ってんなみたいな、てんなってな、てんなってね言われてね、いやなんかあれはもうパワーの腹じゃないあれパワハラでしょあれは。まあ、うん、じゃないか、そうかじゃないかってそうです ね。なんか吉本、あ、ちょっとこれあれかな。あちょっとね、その体質というかちょっと出ちゃってんのかなとか思ったけどね、実際ね。そうかもしれないね。でしかも俺にはさ、いつもな、なんか雨くれるんだけど、今日はもうくれずにさ、和樹にこうポイフルを渡して。いやちょっとまさかいただけると思わずね。ね、うん、普通に嬉しいですね。それもなんかちょっとした賄賂みたいなあれなんじゃないかなって思ったけどね。俺の悪口を一緒に言ってくれる仲間みたいな。出る30秒前ぐらいにね、ふさってこうバックで。ね、もうパッと胸ポケットに入れてきてね。おえ、なんでポイフル持ってんのっていう、ね。ちょっとあれはなんか感じざるを得なかったけどね、なんかね。いやでも嬉しいですよやっぱり。まあやっぱ優しかったね。優しいし。なんだかんだこう。やっぱ同世代ですからね。そうだね。俺的にはやっぱめちゃイケ。見てたもんね。これ言っていいのか分かんない。なんかいいの、うん、大丈夫、うん、めちゃイケも見てたしね。ね。いや
まさか。だからここで、だから目の前でバラエティ番組が起こってる感覚だったよ、俺的には。その構成のノリとかさ。うん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 、いや、だからすごい、うわ。バンデットでよかった。あ、今日結構思ってたんだ。でも言ってたもんね、ずっとね。なんか岡村さんに会ったらちょっとほんとリアルに嬉しいかもみたいな、バンドでちょっとこうやっててよかったかもみたいな言ってたもんね。だってなんかさ、バンドの4人で話してる時もさ、うん、こう有名人誰に会ったらテンション上がるみたいな話もよくするじゃん、うんうんうん、だ結局俺ら大体さ、やっぱり芸人さんなんじゃないかみたいな話をよくするじゃん、うんうんうん、でまあ好きな芸人さんに会えたらとかさ、うん、なんか前ちょっとこうココリコの田中さん、ちょっと俺見かけたことあったんだけど、うん、テレビ局で、うん、結構やっぱりおーってなるからさ。だからやっぱり岡村さんなんてね、うん、ちょっともうそろそろあのそれ以上喋れる感じ出さなくて、本当にあの結構回しちゃってるから、カズキが。そう、俺普通に聞けるってあのディレクターが言ってくるから、ちょっとやめて、本当にこれ以上アピールしないで自分の仕事できるっていうことを。そう、ね、始まる前にそう全然俺より喋れるというか、うん、俺より喋んないで、本当に頼むから喋んないで。いや、なんか、いや本当に頼むから。まあ言われてたもんね、始まる直前に、あの言うて井口さんの番組なんで回すの本当にみたいな。いや違う、俺に言ってたから、それはカズ、いやカズキが喋るなっていう意味で別に作家が言ってたわけじゃなくて、それはほらやめろよお前、なんかそれ悪い意味で捉えられるから、なんか俺が裏回して、なんかそのカズキさんにはちょっと喋んないでもらうようにしてもらっていいっていう、こう見回しをしたかのようになるから、それはなんかそこの、あ、そこの念押しはあんだと思って。いやいや、やめろ本当に、やりづらいから。あー、もうやばいぞこれ、嫌な始まり方しやがって本当によ。てかもうその和樹はさ、俺のラジオとか聞いてるの一応、まああのね、時々聞いてる、時々聞いてるの。、うん、だけど毎週、まあね、サトルのラジオが終わった後に、うん、ツイッターの方でね、うんうんうん、ハッシュタグ井口サトル ANN0、うん、で、エゴサはしてる。マジで優しい、うん、だから怒ったこと大体知ってる。怒ったことは大体分かる。それで見たら、あこんなことが起こったんだって。だからメンバーいじりの件も知ってたし、うん、それの次の週で、うん、なんかメンバーが誰も触れてこなかったんだよね。結構知ってるね、みたいな回も知ってるし、うんうんうん、ありがとうありがとう、あの撮影の時にあれ気にしてたんだっていうのもありつつ、うん、だ結構怒ってることは知ってますよ。いやいやいや、ありがとうね。いやいや本当にちょっと嬉しい。そんな感じで来るやん。いやー、ありがとうございます。やっぱりね、いやいや、キングのちょっと両親なところがあるんでね、新井和樹という男はお父さんって言われてますし、まあ、前回のいじられ方は半端じゃなかったですけどね。あー、祈祷ベースオフィシャルヒゲダンディズムね。キングヌーのね、まあキングヌーのオフィシャルヒゲダンディズムではあるよね、うん、まあそうだね。これは間違いない、これは間違いないですよ、うん、そうなんだよね、うん、やっぱりだから一回さ、うん、ホテルマンみたいなさ、うん、服でさ、うん、写真撮ったじゃん、うん、雑誌、うん、まだ出てないんだけど、うんうん、それとかすごいヒゲダンっぽいもんね。キングヌーがヒゲダン化したらこうなるみたいな。まあそうだね、まさしくみたいな感じでもあるから、ちょっとぜひね、どの写真だったかを楽しみにしてほしいですね。っていう回し方でいいのかしら、分かんないですけど。いやでも回すな回すな、回すんじゃない、やめてくれ本当に。もう俺の職がなくなるから、減っていくから。やだな、回されてんな。はあ、これ本当に AM ラジオ初なのかな。ちょっとやめてほしいんだけど。いや初だね。だその違いもね、あんまり分かって、なんか音楽が多めなのか、うん、トークが多めなのかみたいな、それぐらいしか分かってないんだけど、うんうん、俺も17回ぐらいやってきて全然分かってない。まだ手探りなとこあるから、そうだよね、そこでお前がこのスタンスで来ると本当に困っちゃう、うん、いやだからもう俺を呼ぶってことはそういうことだぞっていうことになるやん、もう俺からしたら、うん、まあね、俺はでも確かにでも助けてほしかった、ね、そこのなんていうか葛藤っていうかな、そうでしょ、そうでしょ、うん、ということで、話すこともなくなってきたんでね。タイトルコールいきましょう。はい、キングヌーグサトルのオールナイトニッポンゼロシーズン3。俺よりいい声なのよ。喋り声も。はい、はい、本日のゲストキングヌーのベースを担当しております新井和樹です。和樹は、平和の輪に輝くで、和樹と
読みますいい名前だよねいい名前でしょいい名前ですまあ和樹はですね、まあ、僕以外で誰かと一緒に暮らしたことはありますか。そうですね、俺師匠の家に住み込みしてたんだね。ああ2年半ぐらいかな。それもベースのウッドベースだね。そう、ウッドベースの師匠の家にね、うん、住み込みしてて、師匠と2人暮らしかな、うんうん、まあそれもね、うん、いろんな体験がありましていろんな体験いろんな体験ありましたね。あんまり言わない方がいいことかな。まあパワハラとかじゃないの、そうやって。パワハラとかじゃないまあ、うん、ないかあったかって言ったらあったけど、ね、いやいや、怖い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 、ダメでしょそれ、大丈夫それまあ、いい意味で、いい意味で、あ、いい意味で、愛のあるね。そうそうそう、はいはい、なるほど、はい。まあ、映画のセッションみたいなことですかね。あれ、あそこまでじゃない。あそこまでではない。じゃあ愛のあるセッション、うん、そうだね、愛のある、愛のあるセッション、愛のあるセッション愛のセッションですね。まあ、今日、まあ、いつもねミクチャ配信のために私毎日違う私服を着てるんですけれども、今日の服装のポイントは、まあ、ちっちゃな小窓がいっぱいついてるシャツですね。もうめちゃめちゃウケてるじゃん、そうそう、外の人たち。小窓って何ですかって言われましたけどあ、これ何ですか、そっちの声って個別に振り分けられる。あ、そうなんですね。いや、カズキの服装のポイントは、これはパジャマですね。パジャマ、あ、これはパジャマ、おしゃれな、そう、パジャマだったらしいんですけど、ヴィンテージのあれですか、ね、そう、ヴィンテージのあれですね。おしゃれだね、キングダムおしゃれなんですよ、はい、実はね、僕を見てるとわからないと思うんですけど金ないですけどいやオールナイトニッポンゼロラジオミックスチャンネルを好きな方法でお楽しみください。はい、じゃあ和樹くん、お、あ、ここでねあのね今日お知らせがあったね、うん、あの目玉ですね、はい、今日、初解禁キングヌーの、はい、新曲ですね、はい、フルオンエアですね、はい、うん、そうです、行きましょう、行くんですか、もう、はい、じゃあ8月9日、はい、配信リリースされる、はい、私どもの新曲を聴きください。じゃあ和樹くん、はい、キングヌーで飛行艇。いや、かっこいいね、やっぱり。いやー、いい曲ですね、いい曲だよ、これ、うん、すごい気に入ってます、僕は、僕も気に入ってます。あ、ごめんなさい、はい、リアクション来てますね、はい、ラジオネーム、コロージ。新曲の解禁とても楽しみにしてたのに、ちょっとぬるっと入りすぎじゃないですか僕はもっと緊張感を持ってほしかったです普通にダメ出しですけどね、俺も思ったよ、なんかもっとテンション上げて、うん、では新曲参りましょうみたいな感じで行こうかなと思ったけど、そうだよね、やっぱりなんていうかな、お互いやっぱり同居してるっていうのが大きいのかな、なんかそのおうち感がね出ちゃったし、そうだったのかな、俺結構でもぬるぬるしてたの、うん、自覚ないんだよね、それもないくてさ、お前ラジオ下手だな多分。あ、俺、うん、お前ダメだラジオ全然向いてねえや、じゃあ帰るわ、ちょっと頼む5章5章だ5章だ、頼む、もうちょっといてくれあとちょっとだから、あと30分ちょっとだから、うん、ちょっと頼むわそこは、はい、ラジオネームもちドリル、はい、飛行艇めちゃくちゃかっこよかったです。新井さんのベースも最高です。イエイ、新井さんのオールナイトニッポンゼロ今まで聞いてきた甲斐がありました。はい、お前ぶっ飛ばすぞ本当に。イエーイもうちょっと俺なんか結構そのコメントも見てたんだけどさ、ミクちゃんの、うん、あーなんか新井さん慣れてるとか、なんかそういうコメントが多くてね、うん、あまりにも。ツイッターのハッシュタグは、シャープ新井和樹 ANN0 でお願いいたしますやめろやめろそういうのも慣れてるからそういうなんか見事な返しとかもいらないからラジオネームドスコイパンダ、常田さんの歌声に祈祷ベースのベース音にしびれました。あれ井口いたあ、なるほどね、あ、こう来るのかはい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 、もう分かりましたよ皆さんのその感じね、はい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 、はいや俺もね今日どう、俺に対してどう来るのかなっていうのは結構こう考えてたんだけど、うんうんうん、なんか見えましたね今のでね、はい、うん、敵しかいねえな、まあサビ歌ってたけどね俺ねサビはね、まあまあな量のサビ歌ってたんだけどね、まあまあ歌ってたね、うん、キーボードもね一応ね、あれは俺のピアノじゃないんだけど友達のピアノなんだけどさただ仕事量で言ったらまあだいぶ和樹の方が多いかな、まあそうだね、うん、
いやちょっとな、やっぱりそうきたかお前の味方が多いな、やっぱり今日はな、おかしいな。ラジオネーム味噌クリームコロッケ、はい、新井さんよく言ってくれた、井口の服装が毎回違うのマジなんで別にてめえの服装なんか誰も興味ないっすよズタボロの服でもパンイチでもリスナーは関係なくラジオを聞きます。あのなんか応援してんのかうん、いやなんかまあそうだよね、すごい俺もそれは疑問に思ってた、誰にこれは需要があるのかなっていうのは思ってたし、そうそう、あのあとこの感じを和樹の前でやるのすごい恥ずかしかったそうだよ、ね、ジングル撮りとかもなんかすごい、うーんそうだなとか言ってね俺の前でな、俺のお前の前でやるのすげえやだ、だって超スイッチ入れてんじゃんこいつって思われるのもうすごいやだし、一番やだよね、やだやだ、メンバーに見られるのがね、こうそういう一面をね、やだね、これきついな。いやーまあね、ちょっと改めてこの新井和樹がゲストに来たということで、はい、まあ、丁寧にちょっとプロフィールからご紹介していきましょうか、はい、東京都福生市出身、はい、現在26歳、はい、アジカンが大好き、はい、ベースうまい、以上、はい、ありがとうございますなんか俺が嫉妬してる感じだよね、もう、うん、この感じもさ悪いけどちょっとやっぱり嫉妬するよ、なんか初めて生放送のこの俺のとにね、ちょっといやホームだよ俺の、だってそこに来てペラペラ喋んない冗談じゃねえよまあちょっとここら辺、まあちょっと和樹の話していこうか、させるかけなんでね、ちょっとね、まあなんだろうね、2人でまあ2年半住んでるけど出会ったのは、まあ、いつだあれは、まあもう4年か、そうだね、だキングヌーって指導したのがまあ一応よ3年ぐらい前かな、うん、2年が、まあ2年前か、2年前ぐらいだけど、まあその前にこうサーバービンチっていう、うん、別名義のバンドというか今のメンバーは固定なんだけど、まあ前身名前だけ ね、 前身バンドね、うん、そう名前だけ変わる前のバンドというか、うんうんうん、でだから4年前かそれが、そう、ね、ちょうど4年ちょい前かな、ああそれぐらいになるね、うん、で出会って、うん、で和樹はドラムのユウから誘われて、そうだね、で俺は大輝から誘われて、うん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 、でいきなりリハで出会ったんだよね、そうリハで出会った ね、 ね、大常田大輝のおばあちゃんの家で、そうだね、うん、あのね、うん、そう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 、リハしますって言って会って、うん、なんか俺怖かったよ結構、その筋肉がやっぱりかなりあったから、そんなにあいやいやそんな、どいやそんなにないでしょうよ、いやまあそうだね、服の下に隠れてる筋肉がやっぱりあるからね、まあ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 ね、うん、どういやそう、まあでもやっぱり、うんうん、俺も失礼な質問したの覚えてるし、最初になんて言ったんだっけ、あんま覚えてないんだよね、いやなんかガチムチっすねって言ったので、和樹がいや俺ちょっとコンプレックスなんですよねみたいな返し、あすいません言ったわすいませんね、コンプレックスだった、あいやそうなんですね、でもすごくかっこいいと思いますみたいなフォローもした、そうだ、俺はそうだ、うん、そうだったね、いやまあ2人で暮らすようになったのもあれだよね、なんか、うん、ひょんな理由だよね割とね、そのの先生のパワハラがひどくて、そう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 いやそう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 違う違う、それもうあごめんなんかそう乗ってこられちゃうとちょっとまたそうだねそうだねしか先生もさ意外とこのキングヌーの露出情報、うん、意外とチェックしてるからさ、もしかしたら聞いてるかもしれない、全然あるよ、いや本当にね、うん、まあ、俺もなんかガチな感じになったらやばい、まあ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 、うん、先生のとこ出るっていうタイミングで、そう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 、俺もちょっと大学通ってたから、うん、そこを卒業するっつって、うん、寮も出るから、うん、一緒に住まないかみたいなね、タイミングで、いやーまあうまくいってますね、ほんとだね、うん、俺はあのでも一昨日ぐらいにちょっとバレてないかなっていうことが一つあるんだけど、おそのあの結構な音量で流れなかった、なんか俺の部屋からあのちょっと割となんか動画サイトっていうか、まあ、エロ動画のサイトでちょっと音量ミスちゃってさ、俺が1にしなかったの、そうマックス、もうマジ、うん、で結構最初に流れる音楽みたいなのあんじゃん、あるねあるねあるね、あれが流れちゃって、おってこうあったんだけど、ああ聞こえてないんだ、聞こえてない、ね、聞こえてないよねやっぱね、聞こえてない、え何時ぐらい、うん、昼間、ああれだ、撮影から帰ってきての昼だ、うんうんうん、あそう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 、あ全然気づかなかった、あほんと早かったよ、全然気づいてない、まあ、そういう
やっぱ兼ね合いとかもねあるもんね、なんかちょっと一緒に住んでるとさ、まあそこだけだね、そこだけだよね、ちょっと気使う、うん、音量は1にしないとね、暗黙の了解が、うん、女にバレたことはないよね、ないですね、うん、これがまた2年半相当そこは鉄壁で言ってるよね、ここはね、うん、なんか一番守んなきゃいけないんじゃないかなっていう、うん、こうなんか気がしてるよ ね結構ノックしもう気をつけるしね、なんか用事がある時にそうそうそうオナニーしてたらやばいから、そうだね、ノックはちゃんとするとかとかは、あと階段をちょっと大きめに登る、ね、うん、あーやってるわ俺も12時半ぐらい夜の12時半ぐらいに帰る時とか、うん、まあ、うちボロアパートだからね、5階建てで階段がなくて、そうそうそう、だ3階ぐらいからもうバタ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 響き渡る系だからこうね、うん、なんかいい頃合いに帰ってきちゃってる俺っていうやつあるよね、いや気をつけてるよねやっぱね、そこら辺はそこだけだね、そこだけだよ ね、うん、だ最近ちょっとさ、うん、なんていうの、うん、その LINE でさ、うん、そうそう帰るよみたいな前はやってたけど、ああやってたね、だからそこら辺もちょっとこういきなり帰ったらリビングでことがこう起こってるかもしんないから、そうだねってやってたけどさ、最近その何の連絡もしなくなったじゃん、しなくなったね、で俺がバッとこうそれで開けるとさ、うん、リビングでこう普通に座ってたりするんじゃん、カズくん、あ俺がね、うん、あれなんか今までしてたのかなとか思っちゃう時あるけど、俺今ではしないですね、あーそこ守ってるんだ、うん、やっぱり俺結構するよマジマジリビングでする、リビングですんのかあーそこは守ってると思ってたな、うん共有スペースじゃないのよそれは、ごめんごめんごめん、飛び散ったりはしてないから、まあいいけどね、うん、別に全然ごめんごめんごめん、あ結構ショック受けるんだよそこ、いやいやまあまあまあ、ごめんごめんごめん、いやまあな、まあそうだね、間取りは真ん中にダイニングがあって、そうだね、4畳半ぐらい、あれダイニングは5畳半ぐらいじゃん、5畳半ぐらいか、でカズキの部屋は6畳、俺の部屋は6畳ですね、でうち俺の部屋が4畳半みたいな、4畳半ですね、まあ狭いとこに暮らしてるよ ね、 狭いね、まあ狭いとこ暮らしてるよね、狭い狭い本当 本当にいやよく暮らしてるよな、いやよく暮らしてるよ本当に、だってクーラーもカズキの部屋しかないもん、そう俺の部屋しかないそう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 、今地獄の季節来たよね、そうだね、始まったな、いや部屋割りは俺らあれだよね、まあ結構その家賃も変えてみたいな ね、うん、そうだね、俺の部屋にもクーラーないし、ね、狭いからちょっと安くしてもらってみたいな、うん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 、っていうのでね、ね、まああとサトルが部屋決めの段階でもういなかったじゃない、内見の段階でさ、うん、ね、めちゃめちゃ人だったもん、ね、そうそう、うん、もうサトル二日酔いで来なくてみたいな感じだったんだけどで俺そのね、うん、内見立ち会ってくれてる人と一緒にこう、うん、いや結構やっぱりいいですよみたいな、うん、安いしみたいな、で電話してどうなの、すごいいいから、うん、サトルが OK ならもう手続きを進めたいんですけど、うん、みたいな、俺もカズキが進めるならいいよもうそこで二日酔いだからね、そうだから引っ越しが物件決まってから本当クズ野郎だな、初めてあの部屋に来るっていうね、うん、ひどいね感じだったね、いやひどいね、覚えてるよ、うん、まあ、大体カズキ任せだからね、カズキが進めるならいいやみたいな、あ俺寝れればいいからみたいな、なんか紐に近いもんね、なんか今のスタンス的にもさ、なんか結構洗濯とかほぼほぼもうほぼほぼというかもう全部やってるよ、カズキがやってるよごめん本当にそれに関してはマジで2年半暮らしてたら、うん、まあ単純計算で2日に1回、まあ、平均するじゃない、うんうん、っていうことはさ、うん、今約1000にしたってるじゃない、でと俺500回増してるじゃないサトル多分2回ぐらいしか増してないんだよねマジで内訳やめてくれって本当にもう本当に紐だ頼むそれだけは言わないでくれ、そうだね、めちゃめちゃいい彼女じゃん俺、5回はやってる5回はやらせておいてギリ言ってないぐらいだと思うんだよな、頼むまあまあそれだけはまあまあいいです、メンヘラの紐ですねもうねメンヘラそうだね、さっきの最初の下りからね、あ本当ね、だからもうバンドマンで結婚したやつランキングっていうのがあったらね、もし、うんうん、新井和樹はもうかなりもう1位だと思うよ、まあそうでしょうね、うん、でしょ、うん、もうこれはもうちょっとごめん料理はね、料理もまあするしね、するっちゃするし、まあするっちゃするね、うん、くらいだね、うまいって言って食ってくれるしね、まあ、サトルの料理はまあうまいよ、今日もカレーあったけど、そうなんかさ、うん、ちょっと俺を落としてからまたこう
ちょっと羽をあげるのやめてくんない？いや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 。それをまたこうできる感じになってるからさ。もうなんかいやインフラがすごいんだよな。荒井和樹すごい。まあでもあれよ、うん、タコライス。タコライス。サトルが作る。うん、まあ時々作るもんね、俺。俺だって割と好物だもん。あ, のあるじゃん人の人って好物あるじゃん、うん、人って好物あるじゃん、うん、好きな料理ってあるじゃん、うんうん、俺唐揚げなんだけど1位が、うん、2ハンバーグなんだけどお子様ランチに入ってるじゃん3位はまあ、うん、サトルのタコライスかな。あそんな嬉しいこと言ってくれんの。いや本当にね本当タコライス入ってくんだそこに。サトルのね変な感じになっちゃうけど。いや俺照れちゃったからもう負けだよねマジで照れちゃった。いやでも本当に、ね、お前のタコライスって言われてみ。いやマジでいつか物販とかで本当にね食ってほしいもんみんなに。ちょっと話し合ったしね、あったね本当にやろうかなみたいな、ね、いや本当に懸命しないといけないからさ、うん、そこはちょっとね。まあタコライスうまいですよ。いつもありがとう、ね、おいやめろって本当にそういうラジオか結局のところ集まるところやばいなちょっと照れちゃったな本当にうわお前いいやつじゃん本当。感謝悪いわ感謝悪いわ言わせるんだもんいやいや恥ずかしいこと言わせるんだもんあそうだ。ラジオネームもろもろこしこし。井口さん新井さんのおかげでもうツイッターのトレンド2位になってますよ。これはもう本当に来週から新井和樹 ANN0 が始まりますね。なんで一緒にやるっていうあの考えにならないんですかこれは。もう受け渡す感じでいいんですかもう。いい僕もいいと思いますなんかやっぱ安定感あるよねやっぱね。どうしてもなんかそのそ うんいつもないそのなんか崖っぷちを歩いてる感じというか綱渡りしてる感じが全くないんで、いやくしくもさ、うん、その感じがいいよみたいな身内から言われるじゃんたまに、うんうん、なんかあのあたふたしてやってる感じがやっぱいいよね、うん、みたいな。まあもう4年ぐらいそれで苦しんでるけどね俺は4年でもサーバーミンチの時から、ね、苦しんでる苦しんでる。ラジオネームリオネルタッチ、今日のハッシュタグってハッシュタグ井口飛行艇でどっか飛んでけハッシュタグ祈祷ベースの ANN0 これで合っていますかまあ合ってますね。まあまあ間違ってないですね、うん、もう飛んでいけっていうことですからあの曲はそういう曲かもしれないよね。どこまでも諸説あるけど、うんうん、多分そういうこと祈祷ベースの ANN0 でいいと思います。ラジオネーム夢の中でもアルバイト。新井さんに質問です。ラジオの極意ってズバリ何だと思いますか。クロートへの質問というかね僕じゃないんだな。なんですかね、やっぱり噛まないことじゃないかな。くそあー気にしてたとこ一番痛いとこ疲れたな。まあカズキも噛まないもんね、ほんとね。どうなんでしょうね。オールクリアしてくるよね、なんか。俺のこういつも超えられないハードルをピョン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 こう、いともたやすく超えてくる感じがちょっと恐ろしいですね。まあでも。やっぱ俺らの方が幸せかもね、そう考えると。まあそうだねまあそうだね、ね、うん、素性も分かってるし分かってるしね、うんうん、お互いの恥ずかしいところも知ってるしね。やっぱカズキの気度は大きいからさ前回の放送から言ってる、まあ、これ自慢じゃないけど、うん、あの、うん、俺のベースが好きすぎて、うん、入れたいでしょって言われたことあるから。もうんえベースを？ベースを。それありそう。いやまあ、ちょっとダメだ。名前は知った。よくサポートしてるバンドの あの女の子。まあ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 。よくわかんないわ。それも気持ち悪いわお前ら。新井さんへ質問です。共同生活の中での絶対のルールありますか？でもまあさっき言った通りのあれですよね。オナニーを見ないっていう。パンツは大丈夫なの？俺のパンツ触るっていうの。うん、全然触ってる。ほんと？し、サトルがジム終わった後のビッチャビチャの T シャツも触ってる。上って。それ別にさ、他の衣服でこう包んでみたいなことはしないんだ。もうこうじゃん、もう。ああ、そっかそっか。うわっ。ああ、ってことよ。申し訳ない。まあ本当にそれは本当に。なんか悪い、なんでやってくれるの？なんかその。俺のもの洗濯物一緒に回すって。
なんでなんだろうね。あのさっきのベース入れたいの話はマジ何なんですか。ちょっとここは聞いとかないといけないかなと思って、やっぱでも聞いてる側の、ね、リスナーのみんなもさ、まあね、どう頭に引っかかったままだろうね。そう今のなんかパンツの話とかも全然入ってこないだろうし、まあ、俺もわかんないんだけど、うん、とにかく好きすぎて、うん、もう入れたいってベースを、うん、新井くんのベースが良くてってこと。そうそうそう、俺のおちんちんとかじゃなくて、いや結構ベースを入れたいんだって。めちゃめちゃ気持ち悪いよ、ね、もう結構ゾッとしちゃってるけど今。身内なのに全くあのなんかおーってなんない、なんない、ね。まあこれちょっとまたね、聞きどころと言ったら、まあ、キングヌではちょっとまた違うテイストというかね、うん、そうだね、説明してよちょっと、なんて言えばいいのかな。まあすごいいい曲ですね。割と俺がその音楽的なことをこう、うん、あんま喋るの苦手だから、はいはいはい、ちょっとここはまあ新井、うん、ここもまあその新井のカバーがいるかなと思って呼んだとこもあるんだけど、いい曲、ね、いい曲。まあまあ聞いていただければね、聞けば分かるからね、聞けば分かる。確かに。ラジオネーム白熊のバター炒め。真っ昼間からオナニーするとか、共同生活のリビングでオナニーするとか、井口さんのオナニーモラルどうなってんですか。新井さん、井口さんのオナニーモラルの教育を早急にした方がいいと思います。そうだね、まあでも多分このリビングですることによって、うん、カズキが帰ってくるかもしれないみたいなのも、うん、こう要素に入れてんじゃないかなっていう分析。俺のまああのなんだろう、その背徳感込み込みのみたいなモード、うん、なくはない。あ、そういう気持ちとしては、うんうん、まあわかるかなっていう、わかるっていうね。あ、優しいね、うん、そこをやっぱその作り変えるんじゃなくて、うん、俺のオナニーモラルを。そうだね、ただ本当にそれでさ、うん、今までバレてないから OK だけど、うん、いざだからリビングの時よ、うん、まあそうだね、に何を言うかは本当にどうしようって思うね、うん。あ、でも相当でも俺オナニーしながら入ってきたらこうでこうでっていうその隠し方とかも、うん、あ、シミュレーションかなりしてるから 0.3 秒あれば大丈夫。いや、じゃあ俺は心配しなくていいんだ、結果大丈夫、大丈夫、大丈夫、じゃあまあいつでも大丈夫、あ、じゃあ OK です。ちょっと声が上ずるぐらいだ。ラジオネーム学問のすずめ。新井さんってトークもうまいし、ラジオも回せるし、めちゃくちゃいい人だし、欠点とかあるのかというくらい完璧ですよね。それに引き換え、井口さん、何ですかあのメンバー紹介は。嫉妬してるのか知りませんが、少しくらい新井さんを見習ったらどうなんですか。うん。すいませんでした。すいませんでした。もう謝るしかないよね。いや、あのね、人間ができすぎてるんだよね、新井は。これはまあちょっとこのラジオで伝わってるかわかんないけど、あの俺よりちょっといい人なんだよね。俺よりもちょ俺よりがちょっといい人ぐらい。サトルもいいやつだけどな。やめろ、それもまたこうあのハードルがあって、こう声合ってたんだけど今またこう声返してくるから、お前がもう、ね、もうダメ、もう返しがもう、ね、いや、できすぎてちょっとつまんないかもね、もしかしたら。あ、うん、あーって真に受けて真面目に考察すんなって。確かに、ね、そこもいいとこだから、うん、お前のちゃんとラジオ聞き直すわ。やめろ、反省するわ。やめろって、それ次出ちゃうから。もうちょっとなんかやり合おうよ、なんかなんかバシバシさ、バシバシね、うん、うん、包んでくんなって。俺優しさで、眼差しでね、うん、全部包むから、なんか、うん、はあ、すごい、なんかもうこんなに新井和樹を下にこう叩き落とそうってちょっとしたんだけど、そうだよ、ね、すごいちっぽけな自分が垣間見えてちょっと恥ずかしいな。ラジオネームマカレギアはちょっと抜きになる。新井さんに質問です。歌声以外で井口の長所ってありますか。歌声以外で長所ってありますか。あるんですか。僕からも聞きますけど。ねえじゃねえか。全然ねえじゃねえか。無害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 か。害がない。害がない。あ、本当、うん、あ、まあ、暮らしてる上ではないでしょうね。ないね。うん、無害だね。
ってことはいてもいなくてもいい。そうだね。っていうことではあるよね。うん、だから飛行艇のサトルってことだね。うんうん、ああ、歌ってるだけ。なんかまああんまりわかんないから、ね。いやーこれはやばいな。味方と思って連れてきたら意外と敵だったパターンで。あー難しいなこれな。ということで、キングヌグサトのオールナイトニッポンゼロは一部地域の方そしてアライトは、この曲を歌いながら、ここからねまたお付き合いありますんで、ちょっとアライ歌いましょうか。もうこれテキーラ7杯ぐらい入ってないといけないやつだから本来はマジで打ち上げでしか出ないからねこのリライトは。歌いましょうか。いやーはい、これ始まるぞ。必死な吐き出したいのは和樹存在の証明が他にないから歌うて掴んだはずの僕の未来はいっそいっそ尊厳と自由で矛盾してるよ、足りてるのか。ちょっとさ、やっぱ寄せてるよね、こっちにね。いや歌い方ちょっとこっちに寄せてる。そこはやめて、そこはやめて、そこだけはやめて。どうしてもやっぱ、がなり方とかもすごい。いやこっちリスペクトがすごいな。これだけ恐れてたよ、俺は。ラジオネーム、ロマンティックエネゴリ。おい、井口、うっせえよ。新井様が歌ってんだろうが。こっちは新井様の本気のリライトを聞きてんだ、黙れ。やめて、そういうのは。本当にやめて。もうやめて。いや、申し訳ない。ちょっとどうしてもね、俺も打ち上げのテンションでやっちゃうんだよね。愛の手を。そういうのは本当にやめてほしい。もうリライトに関しては触れないでほしい。もう。もういや、輝いてたよ、でも。なんか。いやー、恥ずかしい。ラジオネーム、ポテチ食べたい、あと思ってたい。未だにベースを入れたいの意味がわからないのですが、ベースをディルド代わりにしてオナにしたいという解釈で合ってますか？いや違うね、入れたいだもん。だってカズキのアナルにベースを入れたいってことでしょ。違うじゃん。違うじゃん、それは違うじゃん。めちゃめちゃ違うじゃんそれは。だから俺も意味わかんないんですよ。アナルで弾く、アナルで弾く、奏でる、アナルで奏でるベーシスト新井カズキってことじゃない。アナルベーシスト、アナルベーシスト。いやーちょっとなやってはみたいけどね。ストイック演奏に関してストイック、新しい、いやいないんじゃない。いないだろうね、その奏法を編み出したやつ。未だかつていないと思うよ、うん、これどこに行くんだろうこの話。分かんない分かんない、どこまで行くのか。その狭さは俺は不満はないね、割と好きだし俺狭いとこ。サトル好きだよね、狭いとこ、ね、狭いとこ好きだね。あと散らかすの好きだから。あ、だから本当になんかダメ人間になったらゴミ屋敷とかに住むんだろうなっていうか、ゴミ屋敷になっちゃうんだろうなっていう。マジで足の踏み場ないもんね、やばい時ね、ひどい時ね、うん、で狭くて物が多いとこ好きだから。本当にそこの思考回路わかんないな。あとフライパン洗ってちゃんと。ごめんって本当にねえ、ほんとそういうこと言わないでよ。何人聞いてると思ってんだよ。そういうこと言わないでよ。それだけ、うん、それだけ。フライパン使った後のフライパンを水にジャーってやって置いとくことはして、あのフライパン使った後の中華とか作った後の油、割と油油してるフライパンをそのまま置かないで、で食べないでご飯を。食べる前に一回これで済むじゃん、これで済むじゃん、これで、これで済むじゃん、言うなって。
それだって洗いにくくなるじゃん。おいごめん本当に。そうでしょ、こればっかりはね正論だと思う。本当にやばい、部屋も散らかっててなんかフライパンも洗わないし洗濯も回さないし、うん、そうだよ。なんだろう、他も結構ありそう。靴も結構なんかいっぱい脱ぎ散らかしちゃうし。あともう一個あるよ。何、後で言うわ。もうやめろって。残しておけない、もう割とすぐ終わるぞ。全部わかってるからあんまり言わないでほしい。まあまあ、うるせえっていう話なんだよ。まあ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 、分かってるよな。分かってるのは分かってる。俺はいい。ラジオネームつゆらくまんじゅう。新井さんに質問です。井口さんと暮らすメリットってあるんですか？脅されてないですか？あ、確かにね、そこ疑うしかなくなるよね。ここそういう風なあれになるよね、消去法でいくとね、うん、ただね、俺は結構和樹が女だったら、うん、ダメンズ好きみたいな話なんじゃないかなって思わないとやってられないとこもあるし。世話好き的なね。世話好きだよね。でもね、せっかい焼き的なね、うん、あーどうなんだろうね、なんかメリットはないよね。でも多分サトルと付き合うメリットはマジでねえな。本音出ちゃってんじゃねえかよ。本音出ちゃってますよ和樹さ ん、ちょっとしょうがないよね、うん、こればっかりは。なんかだから俺がもっと、うん、その家賃をちょっと減らしてもらうとかじゃなくて、金を払って住まわせてもらう感じにするわ、うん、あどっちかというと、ね、来年ぐらいからスタンス的にはね、うんうん、ああまあ、居候、うん、なんか頼んで住まわせてもらうみたいな、うん、いいでしょう、それで。でもあの家政婦さんみたいな感じよ、もう。あ、俺の家に家政婦さん呼んでるみたいな。ああ、なるほどね、住み込みの、うん、はい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 、もうそういう感じでいこう。あ、でなんかそれはそれでな、ちょっとなんか俺も、うん、なんか嫌だな、なんかそれは、うん、金発生してるみたいな、なんか嫌だなそれは。いや、もう友達の関係性でみたいな。そう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 、本当にできた人間ですよ。皆さん本当にすごいですよこいつは。いやほこんなになんか嫌だな、もっとなんか嫌なとこないかな。新井さんと井口さんは一緒に住んでいるとのことですが、楽しいことに、貯金を使い果たしてしまう井口さんはしっかり家賃や食費を払っているのでしょうか？まあリアルに遅れるけどね、うん、家賃ね。ごめんね、ほんと月頭で渡すっていう決め事なのに、ね、結構、まあ、2週間遅れることないか、1週間あるあるある。おやめろって、もうなんだよ、 あんのか。今月、今日すごい久々に早めに渡してきたもんね。そうだね。月に入る前ね。そうだね、うん、翌月の前に払うってのも超稀なことだったね。超稀じゃない？違うのよ、俺払いたくないとかじゃないの、忘れちゃうのよ。そうだね、してほしい、そこは。本当にあんまりそこは疲れ、お金がだらしないとかは本当に嫌だから。一番ちょっと嫌だ、一番嫌だ、一番嫌だね、一番もう言ってるけどね、一番嫌だね。なんかすごい な今日は。そうか、結局追い込まれる回か。シーズン3はこういう始まり方するんだね。うん、あ確かにな。いやまあやっぱりね、まあ持ちつ持たれつではないよ俺と新井の関係は。そうだな、持たれっぱなし、もう持たれ持たれ。そうだね。本当に、うん、まあこればっかりはそうだね、うん、だからなんか引っ越すみたいなタイミング、うん、もしこのところも来た時に、うん、まあ50万ぐらい請求しようかなっていう。リアル、慰謝料、慰謝料じゃんそれ。リアルに考えた時に、うん、この今までの3年弱だとしよう、うん、とした時のこのいろんなもののこう家事代、うん、家事代かな、うん、になるのかな、うん、って考えたら、うん、まあ、100はちょっとあれだから、うん、50が妥当じゃないか、悟が断れない額は50なんじゃないかっていうのを考えたことはある。よく分かってんじゃないかよ。100はちょっと冗談っぽいじゃん、うん、ちょっと。いや50リアルだわ。で20だとなんか、うん、って感じじゃん。やばい、俺の50だとさ払えるみたいな。まあ俺のちょっと、確かに俺の脳みそでちょっとパパッと計算しても50払うな、妥当だなってなるでしょ。っていうラインよ。やめろ本当に。うわー、そこ分かった上で家事してんのもちょっと怖いし、ね。そりゃそうだ。ラジオネーム夢の中でもアルバイト。井口さんに質問です。生まれ変わっても新井さんとルームシェアしたいと思いますか？この質問やばいね。生まれ変わっても一緒に、これやばい ね。いやでも俺はちょっと思っちゃうな、それは。まあ生まれ変わっても20代前半ぐらいでルームシェア始めたいな。そうだよね、大勢も、うん、
なんかやっぱ時期めちゃめちゃ今なんか言っててすげえエモくなっちゃった。なんかこれはねエモいタイミングが多分来るよね今後ね。来る来る来る。いやそうだよね。ちょっと恐ろしいもん、なんかあれこれを振り返る時が来るんだ。そうだね。いや俺もそれはねちょっと思ってる、うん、ね。だから俺は、うん、その次も一緒にでかいとこで住まない。お金が入ったとしても解決策、ね、一軒家を借りて1階と2階で住むとか、まあ、同じマンションの3階と4階とか。なるほどね。で時々俺が料理持ってってとか。そしたら和樹のさその洗濯のストレスとかもないし。そうだね。寂しくないし、ゲームしようぜとか言って、スマブラしようぜとか言ってやれるし、一番いい、うん、落ち着き方かもしれない、うん、お互いの孫ができても6世帯ぐらいで暮らすって新しい暮らしの人生形、ね、もう伴侶だね、人生の伴侶的な見方だね。それ親戚でも住まないそうだよね。ありだと思うんだけどな、ほらどうしてもそこはな、うん、うん、ちょっとエモくなっちゃった本当に。来世もっていう質問はちょっと、そうだね、ちょっと今泣きそうだった。ちょっとこれは結構考えないラインだよ ね、うん、そうね、考えないラインだし、こうあっ来たかそこっていう、ね、うん、言われるとね、うん、いざ言われるとね、うん、ちょっとね呼びたいですけどね、あの僕が新井が今度、まあ、ラジオ出るよって言ったら、あの関優がね、でドラムの関優が寂しそうに俺も出してよって言ってた、ね、僕に言ってたりした俺も出してくれたらいいなってちょっと出してあげたいね、ちょっとタイミングによってはね。本日のゲスト、キングヌーのドラム関優くんです。はい、すいません、あの綾野剛じゃなくてすいません。いや、いや綾野剛じゃないでしょ綾野剛じゃないんですね、うん、すいません。それボケだろ今の。いやいやいや、普通に普通に素直な言葉です。 僕でごめんなさいっていう。そう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 、そんなことないですよ。でも結構前からさ、うん、郷さん出ますみたいな。ああ、まあそうだね。でちょっと、ね、あ今回ですかみたいな反応がちょっと見たのよ、うん、なんねえちょっと出にくいよね。いやそうだよね郷さんかと思ったら石油だったんで。別にね、なんかお邪魔します。別に悪いことじゃないんだけどさ、なんか郷さんじゃないのにどうしてもね尻すぼみになっちゃうよね、そう考えるとね。ねえ早口で喋ってくれてね。いやそう、なんとか出さなきゃいけないと思ったね。そうだよね、うん、ありがとうございます。いや全然いいんですよ、はい、それは。でも、まあ、ちょっとあのリスナーの中にはね、ちょっと関優を多分まあ知らない方もまあいると思うから、うん、ちょっと一から紹介していきましょうかね。これ俺が紹介した方がいいかな、優が紹介していく。自分の自己紹介と、徳島出身の27歳、僕関優僕関優ねヘラヘラしてますけどね。うん、阿南市出身ですか。阿南市出身、徳島のね、うん、はい、川沿いの出身かな。あの、ね、大きな川の、はい、ね、ほとりに住んでましたけれど、あれですか、徳島ってどんなとこですか。徳島どんなところですかね、うん、海苔とすだちが美味しい。あ、海苔とすだちね。結構さ、そうそうそう、メンバーに送ってくれるもんね。そうなん、実家からさ、おじいちゃんがね、美味しいの、あの、おじいちゃんから、おじいちゃん、そう、あ、俺全然送り主、しげるからね、しげるって言うんだ。いや海苔漁師みたいな名前してんじゃん、しげる。おじいちゃんが送ってくれてたんだ。そう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 、あ、美味しい海苔でさ、徳島のさ、あれもね、そのままパリパリいけるつまみのように食えるからさ、美味しいんですよ。またちょっとね、この皆さんにもね、あれしたいですよね。あ、ぜひぜひ、うん、みんなに配っていただいて、ね、配りたい、うん、マジでうまいから。あとあれだよね、米津玄師、ね、さんに会った。そうそう、なんかね、実はね、うん、対バンしてたらしいんだ、高校時代、地元徳島が一緒で。そう、徳島で、うん、対バンしてたみたい、はい、みたい。そう、俺あんま覚えてない、覚えてないんだ、ね。こんなことね、今なかなかないですよ、ね、やっぱ米津玄師と対バンしてたって、ね、らしいよって、うん、ふんわりしてるから ね、うんうん、まあ、徳島はちょっと今暑いからね、米津玄師そして関優っていう二大巨頭みたいな。並んでない、並んでない並んでないよ、帰るぞどんだけ申し訳ない気持ちにするんだ。いやいやいや、出る前からもうシュンとしちゃってた。ごめんごめん。まあちょっとね、まあ、前回スペシャルウィークまで来てね、うん、キングライブして、まあ、これが2回目になるけど、どう、ちょっと緊張してる？緊張してますよ、そりゃ。本当、うん、なんかごめんね、なんか俺もうちょっと温めてこう
なんか石油が喋りやすいようにこう。いやいやでもねポイズンをねさっき岡村さんにいただいて。おうおう、あ岡村さん。そういただいた、いただきました。ただで？そうただで。かっこよく生まれちゃってる。そうかっこよく見えたよ。サトルの目からは分かんないけど、うん、うん、なんかもうすごいターミネーターみたいな背中で帰ってた。仕事したぞみたいな。そうじゃあつって。うわー、なんだそれ。渋くて眩い男だったよ。なんか俺に対してやっぱね、うん、俺だ1000円払ってるからさ、うん、おかしいんだよね。その格好つけるその背中を見せるところがさ、うん、石油に対してっていうのちょっと分かんないんだよ、ね。なんか確かにね。うん、ラジオの後輩である俺に対してかっこよく見せてほしいんだけどさ。なんか普通にマジで5000出して4000のお釣り出てるからさ、まあ、さっきしかもあれだよね、あの学園挨拶行ったらさ、うん、あの精子見せてもらった。あ、そう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 、精子を被害者だよあれはもう見せてもらいました、ね、うん、いや美しかった。岡村さんの精子元気そうでしたよ。なんか元気だよね。そう、俺も元気だな。多少こねても大丈夫そうだった。いやいや精子こねようがね、精子こねようの観点から言うとあれこねえたらすごい良さそうだった。害のあるこねがいがのある精子でした。何言ってんの。また出ちゃったこれ。そのキャラクター。まあちょっとまあ石油はね、なんかまあ話すことないじゃないんだけど、まああるっちゃあるしみたいな感じだよね。なんかさ、まあ割と飲みに行ったりとかもさ、一番メンバー内でする方じゃん。そうだね、最近行けてないね。最近行けてないよね。あのこの間 LINE グループにさ、ありがとうライン、うん、ありがとうラインっていうのにね招待してくれて。ちょっと説明してはね。え、ありがとうラインは、うん、何があってもありがとうって言うだけのライングループがあるんです。あるらしくね。俺はそのこの前石油と飲んだ時にそれがあるよって聞いて、そうで俺も知らない人がいるの。そんな計7人ぐらいなんだけど、サトル入れて俺も知らない人がいるのね、うん、あれ怖いなと思いながら入ったけど、非常にね心洗われるグループライブね。そうだよね、ありがとうしか飛んでないもんね、うん、言葉は。だからなんかこれもある種まあ同調圧力なのかなとか思ってそうだね。ありがとうの裏側に怖さはちょっとある。怖さあるよね、うんうん、でもなんか入れてくれてありがとうみたいな、うんうん、俺もちょっとデスッパで挨拶してすごい良かった、幸せだった。あ、本当ですか、うん。そういうねハッピネスをくれたりもしますけどね。石油はね。AI だ。AI でね。ハピネス。ハピネスをくれたりしますけど。はい、こういう感じなんですよ。本当いつもこうやって今ラジオ見や今ねリスナー皆さんまあお気づきかと思うんですけど、まあこういう感じですよいつも。なんとなくなんかよくわかんない会話をしてあははってこう言って終わるっていう会話が。そうですね。あ、なんだろうね、まあ結構さほら前バイトもしたことあって。一緒にね、一緒に、うんうん、そうなんかね なんだろうね、不思議な仲というか、うん、あれは何年ぐらい前かな、俺も在学中だったから大学に4年前、3年前ぐらいか、うん、ね、あの赤坂、ね、あそこでお箱だったサトルのワインレッドの心がまさか2点になるとは。どんな店なのかと言いますと、まあスナックなのかな、あれは。そうですね、歌えるスナック、歌えるスナックというか生演奏スナックみたいな、うん、電子トラムが置いてあって、で席はその電子トラムを叩いて、うん、俺はそのハモリをするってバイトにね。あのお客さんサラリーマンが来るんだけど、それにね、うん、あのドラムとハモリをつけるっていう、うん、そういうバイトをしてたんですけど、今はもう亡きバーなんだけどね、もう亡くなっちゃったバーなんだけど、まあ、そこで2人で一緒にバイトしてね、そう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 、白いシャツを着て、ね、黒いズボンを履き、そうですよ、シャツにしてね、うん、この2人がよ。なんかサトル歯直しに行ってなかったっけ。歯は直してないから、歯直し、ああ、ホワイトニングが安いよっていう、あの紹介を受けそうなんでね、虎、うんうん、の門で、あの虎の門、私の紹介だったら300円でできるよみたいな、ホワイトニングが。絶対嘘じゃん。占いにもね通じてるママだったからさ、あ、ね、うん、まあママもう本当ママがいるようなスナックだったからね、うんうん、そういうところで2人で働いてましたけど、うん、あれもいい思い出だよ ね、 そうですね、ちょっと今となっては、はい、うん、やっぱね、ちょっとこのまあ俺がね石油がいない時にだけど、ラジオのリスナーにまあウニってね、うん、石油の髪型がウニだって俺が言っちゃったがゆえに、うん、ちょっとユウのあだ名がユウになあのウニになっちゃったんだけど、うん、それはちょっとリスナーに対してどう思ってるの、うん、ちょっと節操がないなって。いやまあもうね、そのサトルがウニって言ったからってウニ、まあ別にね、俺も別に何でもいいんですけど、ね、その意思を持たないリスナーたちだよ。自分のあだ名を
自分の持ってるあだ名をつけろみたいな話。あ、なるほどね、うん、俺が言ったからウニって言うんじゃねえよっていうことか。そう、そこだったんだ、怒ってるとこ。そう、そう。いや、俺思ってたとこと違うわ、じゃあ。違うだろうね。違かったわ、うん。俺がウニって言ったから、ただそれで傷ついてるのかと思ったら、全然全然そうじゃないんだ。全然、全然。お前ら、もう、全員ウニって言ってるから、それはつまんないよ、と。ちょっとやっぱ、あれなんだよね。その、セッキユーはやっぱり、その、人とね、ポイントがずれてるというか、非常にいいという、いいところというかね、うん、いい意味だよ。ありがとうございます。うんありがとうございます、うん関さんこれどんな曲になってますか。うん、いい曲、いい曲。これはダメだ。荒井和樹から何の教訓も得ていない。あいつもいい曲って言ってね、飛行艇を解禁しましたけれども、ちょ頼むよ、もうちょっとなんかいい曲だよね。なんかなんだろうな、早口で、うん、いい曲だよね。音楽的素養が全くねえ。初解禁となりました。お聴きいただいたのはキングヌーで傘でした。時々いるけどね、あのアサリ出て、アサリから出てくるめちゃくちゃちっちゃいカニね、ダニぐらいのサイズのこれを集めて作ったネックレス。すごいロマンチックですよね、やっぱり。どうですか、時々あの牡蠣からとかさ、あ、牡蠣から真珠が出てきたりするじゃん。あ、そうなの、うん、本当にちっちゃい真珠、うん、出てきたりするの。あ、小屋街でしょ、真珠。あ、そうなんですか。でも多分牡蠣からも出たりする、うん、本当に。おお、本当本当で出ますよね、船崎さんね。え、嘘情報流したっていいの、このラジオ。このラジオね、嘘だらけよ。あ、嘘だらけなの、全部嘘。あ、そうなんだ。大丈夫、うん、あれ なんて言うんだっけ、なんか名前あったよね、 ABC スープみたいな。でしょ、だよね、 ABC スープってね。あれ机に並べてるやつとかいたけどね、あのナプキンをさ、こう机に広げてさ、うん、その上に食器を乗せとくじゃん、うん、そこに並べてるやつとかいたけど、ね、ダメじゃん、食べ物大事にしないと。そんな情報流しちゃダメだよ。そうもうな、教育的なラジオだから、これは、うんうん、ダメダメダメ。いやいやダメダメ。もう、こういう、こんなご意見番みたいな感じいられない。めちゃめちゃ嫌なんだけど。詳しいね、結構ね。俺よりだいぶ詳しいというか。ん？すごいよ。東京4回やるなんて俺知らなかった。本当に？うん、3回以上4公演ですよ。そうです、うん、あ、そうなんですね、うん。よかったね。リスナー含め、知ることができてね。うん。うん、シルバニアファミリー。シルバニアです。イエーイ、ね、時々こうね、すごいジャブ打ってくるみたいな。なんか重い、遅いんだけどすごい重いみたいな。今の何だったんですか、やっぱり。ちゃんと解明してた方がいいのかもしれない。俺もほったらかしだから、いつも。サービストークです。サービス、はい、皆さんの考えてるのね、ことですよ、やっぱり。リスナーの気持ちを組んでんの。すいません、シルバニアですよ。はい、つまんないこと言ってすいません。そこはへこむんかい。綾野剛さんそんなこと言わないからね。もうなんか、かませ犬みたいな。そうそうそう、まあいい具合にね。いい具合に、いい具合にこう、低めのパンチ。十分なんか、いや、低めっていうか、まあ結構重いよ、なんかパンチとして。重いっすか、うん、逆、なんか違う意味でしょ。もしかしたら勝てないかもしれない、このパンチは。結構強いパンチ持ってるよ、ゆうくん。ほんとにね、さっきの何だったの、シルバニアは。意図って。え、俺サービス言った？ああ、そうだ。ほら、記憶がない。ね、これが石油ですよ、やっぱり、うん、なんかあれだね、いつもやっぱ俺結構慣れてたとこあるけど、うん、どうなんだ、これやっぱ聞いた人はすごく怖くなるのかもしれないし。本当に本当にって、うん、なんかその素に戻ってる感じもちょっとね、なんか怖い、俺は怖くないと思う、うん、散々なんか一時期ね、怖いって言っちゃってる時期もあったけど、うん、そんなこともないよ。え？ちょっと、あ、お便り来てるんで読みましょうかね。ラジオネーム、おはよう。関優さん、僕は最近彼女に喋り方がキモいって言われて悲しいです。ありがとうラインに入れてくださいませ。入れちゃう？入れちゃっていいんじゃない？もうだって俺も全然知らない人たちばっかりだもん。そうだよね。、うん、ありがとうラインね。ありがとうラインいいんじゃない？わかりました。じゃあ、ID を送ってください。
嘘情報流していいんだよね、だってこのラジオ。うん、うん、全然いいけどね。はいはい。いやこのやっぱ入るために資格とかあるんですか、それは。資格はね、一応折り紙検定5級はいるかな。あ、そうなんだ、うん、そんな真顔で言われてもちょっとちょっと分かんない、これが滑ってるのか、うん、もう何なのか分かんない、ね、もう俺も分かんない、もうごめん、脊椎で喋ってる今俺、脊椎で喋っちゃってるから、うん、やばいね、いつも野放しなんですよね、うん、石油がね、うん、こう泳いでたら、うん、あ泳いでんなっていう、うん、それで終わりなんだよねいつも、はい、そうですね、だからなんかこう寂しいですよ、あ寂しがってたんだ、うん、寂しがってたの、寂しがってますよ、もっと俺はできることを しようと思ってさ、うん、まあクオリティは低いかもしんないけど、ボケを提供してるわけじゃないか、うん、ここどうさばけばいいのこれ、まちゃんこれそうだよね、でしょ、うん、ごめん、ごめん、うん、まあでもそう思ってたんだ、ごめん、なんか俺も気づけなかったとこあったかも、なんかそれ気持ちよくなってるのかなと思って、俺も石油がなんか、うん、なんとなくさっきみたいな、その重いけど遅いパンチみたいなの打って、なんかこっちが困ってるのを見て楽しんでるのかなみたいな、うん、っていう可能性もね、なきにしにあらずだったから、そうじゃなかった、そういうわけじゃない、もっとカマチョだったってこと、いや全然ラジオネーム時期のマン、新曲傘最高にいい曲でした、とても早口でキングヌーっぽくて、早口がかっこよくていい曲でしたもう4回ぐらい言っちゃったから、なんか早口ってもうだってね、石油が早口でな曲っていい曲って言ってたから、やっぱりリスナーもそこにやっぱついてきちゃったんじゃない、これは、うん、ああなるほどね、うん、やっぱそういうとこが嫌なのか、でもやっぱ悪いとこ出ちゃってるね、あ、よくないね、うん、ご意見番が、いや本当にありがとうございますふざけんなよマジでその何なんだよ、なんかちょっと大御所ぶってんの大御所ぶってんの俺、大御所、いやなんかね、ちょっと、うん、今日カッコつけてんのかな、やっぱミクチャが入ってるから、ちょっと、いや全然カッコつけてないよ、あ本当、うん、全然カッコつくよ、あーちょっとぬすごいね、引き締まったボディなんだよなこれが、なんかあの結構鶴太郎さんに近いよね体はね、あーね、ヨギねちょっとあのヨガのヨガの師匠みたいな、俺が一番ヨギニューウェーブスだ、おうおうやめろ、ま、ね、本当にダメなんだっておうおうってスタッフがみんななっちゃってるリスナーだけで、リスナー助けて本当にヘルプヘルプヘルプ、本当にヘルプ入って、いやなんでそんな我が物顔で座ってられるんだよそこに半裸で、うん、ちょっとなんですかこれ、もうなんかやっぱね、いや楽しいんですよ、楽しいんですけど、やっぱその新井和樹の来た時とね、石油がやっぱ来た時のこの雲泥の差というか、いやどっちがいい悪いじゃなくて、うん、非常になんていうか、やっぱ石油は爆発力があるね、俺がやっぱりちょっと嫉妬する部分というか、うん、本当っすか、うん、なんかやっぱこうなれないんだもん俺は、なれないよやっぱり、井口先生だね、ありがとうございますいやずっとこのスタンスで来やがるいやちょっと何これ本当に、え、お便りもうないのこれ、お便りないの、あ、お便りあるんだ、早く出せよお便りふざけんなこんなにお便り任せなんだよもうこんなにお便りに助けられるラジオないないよ本当に本当に繋いでいかないといけないんだからありがたい、命のリレーだよこれは本当、え続いて いきましょう、ラジオネーム甘崎講師白髪増えた、白髪増えたよ、白髪増えたよ、お前のせいだよこの1年でどんだけ増えたと思ってんだよ本当にいやもう楽しそうだよすごい楽しそうだよ、ない、だってこの状況なくない、ないないない、ね、俺もなんか初めてだもん、そうだよね、うん、楽しいね、うん、初体験、うん、女の子との初体験でこんな感じだったんだって思うこんなにうまくいかなかったなって、うん、そうだよね、ドラマらしからぬというかね、うん、すごいやっぱりその合わせる人多いからね、トークとかさ、なんかこう、まあ、空気を読むじゃないけど、じゃあみんなが俺に合わせるんじゃないの、あすごいあの傲慢傲慢よそれは、 GM大悟みたいに言うな、大悟みたいに傲慢を GM って言うないやくそ、完全に飲まれてる今日、完全に飲まれてる石油に、だからもうとんでもない資格が来ちゃった、もうどうすればいいんだ俺は、ほらもうディレクターの船崎さんも
もうメガネ外してうわーってなってるもんすごいの来ちゃったってもう傲慢ですよ。まあ GM だよね、うん、もう体現してるよね今ね。だよね、うん、ラジオブースもうだってお前のがパーソナリティだもん今。え、完全に絵面ね、うん、絵面は、うん、絵面はもうお前がパーソナリティよそうかな、そうかな気づかないんだなやっぱり王様って裸のことに気づかないんだな。そうかなやっぱとんでもない爆弾でしたね石油は。呼んで正解か不正解か分からないですもん。分かんないでしょ、ここまで来ても全く分からないですね。あーすごいね、うん、最近やっぱそういう爆発力をもう感じるよね、なんか石油からは。うん、ありがとうございます。なんか、うん、よかった同じバンドで、うん、同じバンドでよかった。最近そう思うことが俺も多いよ。あ、俺がキングヌーにいてよかったねって、うん、お前たちっていうこと、うん、いやまあそこまで GM じゃないけど、うん、そこに関してはねもう傲慢って言えやもう我が物としたな GM もらっちゃいました GM、うん、もらっちゃいました作っちゃいましたね作っちゃいました。いやもうちょっとあーすごいなこれは。あーなんか俺もすごいなんか麻痺してきちゃった、なんか楽しくなってきちゃって、おしっこ行きたくなってきちゃったね。ダメだよ行っちゃダメだよ、はい、もうね、うん、何のどういうこれ、どういう感じこれ今、何何の時間これ。あ、行ってもいいんだ。行ってもいいの。あ、あ行きたくない、まあ、もう GM の極みだったらもう行ってください。はい、わかりました。寒くなっちゃったからかなやっぱり、脱いで寒くなった。ありがとうございました。あ行くんですか本当に。はい、あもうありがとうございます本当に、うん、お世話になりました。いやいやいや失礼します本当に行っちゃうんですかもうなんかもう、あさあすごいな。いやなんかあれですよ、もう行っちゃった、本当に行っちゃった、トイレにずっと携帯をいじり始めましたねこれがやっぱなんだ、人とこうバイオリズムの周期というかね、うん、それがずれてるんですよね非常にB 型的というかね、なんか言ったら、関羽さんがツイッターで、ああ怖かったってツイートしてるんですけど、僕たちリスナーの方が2億倍は怖かったと思います。マジであいつなんなん。え、怖かったって、ああ怖かったってつぶやいたんですか関羽君は。うんうんうん。お前は本当なんなんだよ。怖いよ本当に。こっちが怖い。ああ戻ってきた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 。戻ってきた戻ってきた。ちなみにね俺ね O 型なんすよ。ああ、すいませんでした。あ、 B 型じゃないこと訂正しに来た。お聞きいただきましたのはキングヌーでティーネイジャーフォーエバーでした。はい、急に何でしょうか、渋い声で曲受けがありましたけれども、うん、誰ですか。こんばんは、常田大輝です。ありがとうございます絶対に一生来ないと思われていた男常田大輝が降臨しましたということでリスナーの皆さん、キングヌーの全ての生みの親、キングヌーに愛され、キングヌーを愛し愛した男常田大輝くんです。はい、よろしくお願いします。はい、なぜか来ました。どうですか、ん、本物ですか。あの本物なんですか。本物ですよ。本物ですか。本物ですよ。声の低いおじさんとかじゃないですか。違います違いますよ。なんで来たんですかね、ちょっと。いや、うん、まあ、今日ミレニアムパレードっていう、はいはいはい、さ、うん、バンドやってて、うん、まあ、ライブあったじゃん、うん、でその打ち上げをやってたんだけど、うん、まあ、お前もいたんだけどさ、うん、お前のその打ち上げから、あの俺ラジオ行くわっつって、うん、いう顔がなんか悲しくて悲しい顔してて、うん、じゃあ俺も行くわ。ありがとうな。お前は優しいやつ、なんだかんだ言って。いや、お前エモい、あれは演技してたの。いやいやいや、全然嫌だった。いや、おかしいやん。それはおかしいやん。まあまあ、でもやっぱさ、ちょっとキングヌーの、そのなんか、ツアーの打ち上げもさ、結局その次の日、ベストアーティストで、ね、ちょっとテレビ出演があって出れなくて、ちゃんとできなくてね。で、今日がもうほとんど、キングヌーもいたし、
のさ、ね、ミネタラミレニアパレードね、さんも参加してるしね、みんな、うん、だから今日がもうほぼ一番の打ち上げどころじゃ、じゃん、まあな、うん、で、ラジオ本当にいらねえごめん、本当にスタッフとリスナーに申し訳ないんだけどマジで来たくなかった今日みんなでお酒を飲んでワイワイしたかった、うん、今頃だって本当俺は、うん、あのね、カラオケで布施明歌ってるとこだったから、まあ、そうやな、まあ、うん、まあでもお前大阪もあったじゃん、うん、おお大阪も行ったじゃん、うん、大阪、うん、まあそこで終わらせるみたいな感じのこと言ってたけどね、ああ俺は今年を、いや、いや終わらせられたよ終わらせようと思えば終わらせられたんだけど、うん、結構まあすごいこともしたしすごいことしたね、うん、結構いろんなことしたけど、うん、ね、でもそうだな、やっぱ今日もっとやりたかったせっかくやしせっかくだしもっとやりたかったやれる場があるならばって感じステージがあるなら、ね、うん、そうそうそう、さすがやな、まあね、まあ、そんな中だから大輝が見かねてきてくれたっていうことだからね、うん、もうちょっとあんな顔見たのはちょっとね、うん、初めてだった、初めてだったそんなにあ、そう、今ティーンもね今かけたけど解禁されましたね、解禁されたね、うん、ね、どうすか、どうなんだろうみんな、いやでもなんか俺さ、これ書いたのさ、うん、結構前じゃんな、めちゃめちゃ前だね、なんか最近ちょっと、うん、忘れてきてんなみたいなさ、うん、そのティーネイジャーがフォーエバーしてないんじゃないの、うん、俺らは、うん、いやもともとしてないけど、もともとしてないよ、してない感じあるけどね、まあ、そうなんだけど、うん、ちょっとこれはいかんなっていうのはちょっとさっきブースの外で聞いてて、うんうん、ちょっと思いましたね、あ、どこに感じたのそれは、俺の、いや違う違う違う、うん、やっぱティーネイジャーを、なんか昔の方がティーネイジャーしてたな、まあそりゃそうやね、そうだね、売れて心をちょっと売り渡してるもんね、売り渡しちゃった、うん、社長いるからちゃんと言っとけんすよもうあの頃の気持ちなんて、社長嬉しそうやなお前社長が嬉しそうやな、ほんとわーいバカみたいに喜んでるよなんでだなんでだそこはちゃんと考えてほしいよねまあね、確かに最近ちょっと童心っていうか、もう少年の心で何こうやってるってことはちょっと少なくなってきたかもね、それは、いや、やっぱお前から一番感じるよ、うわ、うん、出た、ティーネイジャーが、うん、フォーエバー本当歌えんのかっていう、うん、お前が心からね、まあだからそのなんて言うんだろう、失ったがゆえに歌ってるとこもあるけどねああ、哀愁があると、哀愁がある、ああ、なるほど、ああ、もうこいつはなくなってるっていうのをステージで感じてくれたらまあ嬉しいけどね、ああ、俺は、ああ、こいつにはもう二度と訪れないティーンの心っていうああエモいね、ああ、そうそうそう、まあでも本当前だもんね、この曲だってさ2年前にデモを俺が、そうだよ ね、前のアルバムにも入れれたからね、そうだよね、うん、そう、見送ってからのこれだもんね、そうそう、ちょっと温めてたんだけど、そうだよね、やっぱ大事にしてきて、うん、やっぱそこ、あそこでちょっと使うのはもったいないなみたいなことがあってからのこの1月15日リリースアルバム、うん、セレモニーに入るという、お前はよくできてるな、お前できてるんだけど少年の心は失われてる、はい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 だからちょっとミレニアムパレードのさ話もちょっと一応 しとこうよ、なんか、いやいやいや、みんな分かってるか、いや、そんなものはもうしなくていいよ、あ、そう、うん、やっぱ本当ティーネイジャーの僕的にちょっと持たないかもしんないなっていう不安があってね、そのまあ今日のライブはめちゃめちゃやばかったね、いや、よかったね、よかったね、いや、もう僕だけね、そのメンバーはみんな出てるから見に行ったんだけど、うん、その大阪もね実は見に行って行って遊びにね、うんうん、やっぱ今日のなんていうかまとまり感というか、うん、みんな演奏もすごい攻めてたし、うん、よかったね、俺はちょっとティーネイジャーをちょっと取り戻した感じあるね、あ、今日、うん、キングヌーで取り戻さなかったのに、ツアーでキングヌーはこれからと、うん、これを歌っていく以上はやっぱ取り戻していかないといけないなと思って、うん、説得力っていう意味でもね、そうそう、うん、ちゃんと歌えないよ、そうだね、うん、ティーンっぽくさ、うん、いや、ギター弾いてんの寒いじゃん、確かにちょっと本当フリだったかも、うん、ツアーのティーン演技しちゃってなんかエモく見せてたかも、俺今気づいたかも、すっごいあのなんか姿勢だけ見せて汚いことやってたかも、いや、ファンに申し訳ない、ね、いやでもお前のティーンの、ね、要はさ、うん、最近さ、うん、まあお前が暴れるコーナーがあるじゃん、はいはい、まあ、何かしらの曲で、うん、まあ、ちょっと前はフラッシュで暴れてたけど、うん、最近ティーンで、うん、暴れてんじゃん、うん、あれはもうなんかティーンとかじゃなく、
よくわかんないけどいい感じよ。いや、なんていうの、あの、うん、ちょっと動き、あ、そう、変なパフォーマンスする、ね、入り乱れたこう体の動きをね、そうそうそう、ティーンでやるけどね、そうそう、 あれを見て、うん、ティーンじゃないんだけど、うん、なんかティーンをなんていうのかな、演じてるなというのともまた違って、もう違ってね、うん、素敵素敵や、ありがとうございます、素敵です、本当に。ただちょっとここで水差していい？何？ティーンの前にフラッシュ入れてたじゃん、瀬戸里に、うんうん、でフラッシュで動かなくなったっていうのは実は配分を考えて、こいつダメだ、全くの終わったわ、もう本当にダメ、アーティストとして死んだ。あ、なるほどな、うん、お前フラッシュで温存してティーンで暴れるっていうような、もう2回出したら、あの、あ、きっとあんまり届かないだろうなっていうので、あのフラッシュで動かないようにしてるっていうね、ちょっと実は背景があって、これはね、もうそれは全然ティーネージャーフォーエバーしてない、してないです、 してない、ありがとう、素敵って言っておいてもらって、俺でさえもちょっと騙されてた、うん、でしょ、うん、本当に作詞魂を売った作詞いや、まあ最近ね、もう俺はね、でもね、うん、どうしよう、取り戻したっていうやっぱ瞬間が、やっぱ俺その大阪だったのね、そのミレパのライブを見た後にベロベロに酔っ払って、で俺まあギャバクラ行ったじゃん、その後に大輝にハグしたと思うんだけど、その瞬間に涙がこぼれてしまってね実はまあ非常に疲れてたのか分かんないんだけど、俺は初めて大輝とハグができたって言って今までこんなことはしなかったのに、ここに来て俺は素直に大輝とハグができたっていうので涙がボロボロこぼれてきてあそこはやっぱティーンをね取り戻したかな。で俺の流し方すごかったし、うん、あ、すごい冷たかった、もう演技だろって言ってたよ覚えてるよそこ非常に強く覚えてる、記憶覚えてる、うん、いやあれちょっと怖かったな、また演技だなみたいな。まあでもあれはちょっと、うん、俺もそれもあってちょっと心配になってるところ、ああやばいね、うん、バレてたちょっと疲れてた。あ、じゃあお前の涙はティーネージャーフォーエバーってこと、うん、あれは、うん、あ、成分として含んでたティーンの涙の中にちゃんと入ってた少年の心が。じゃあまだいけるね、うん、まだまだキングではいける、ね、まだ大丈夫、まだギリギリ大丈夫この年末にかけてでまた失われる可能性はあるあーね、いろいろ控えてますからね、大丈夫最近、俺大輝は結構、俺も大輝結構心配だけどね何タイアップに追われてさ、あ、結構作曲して、で見ればもう結構その、うん、キングのライブとこう並行してリハが入ってきたりとかさあったじゃないですか。でも、まあ、俺は全然飛ばすよ平気で。あ、いい、うん、もう飛ばしてく、飛ばしてく、これからもう、うん、無理だったら、うん、飛ばそうかなって、仕事を仕事を、いやもう干されよって一回干されよっていやすごい、まあ、大丈夫しようっていう、結構タフだね、うん、タフタフ、うん、だってそれ結構だって干されたらまあまあそっから仕事来なくなったりすんじゃん。いやでもそれもいい、俺ら4人だったら大丈夫やろ、うん、あ、本当に、あーい、あーい、いいバンド、あーい、いいバンド、あーい、あーい、いやもう、あーい、すごい、あー、社長いたわ、社長いた、社長いた、まあね、なかなか大変ですよね、うん、最近ね、うん、あ、じゃあ行きます、じゃあちょっとせっかくミレニアムパレードが何なのかってまた皆さん全然分かんないと思って、うん、今んとこね、嘘ね、うん、うん、一曲かけましょうか。そう、さっきね、さっき公開した曲がありまして MV が、うん、一曲聴いてください、はい、ミレニアムパレードで。
お聴きいただいたのはミレニアムパレードでロスト&ファンドでした。いや、まあ、曲の感想を言いますと新しい。うるせえバカうるせえ新しいよね、新しいよ本当に、ね、いやだってあれでしょ、うん、大輝もなんか記事でさ、うん、大輝の口から聞いてないけど、うん、記事でほらもう一番いい曲が書けた、書けちゃったね、書けちゃいました、どうも一番いいと思うよ本当にあこんなに新しいんだなってねね新こんなに新しいんだな新しいなっていう、いやこれいい曲ですよ本当に、うん、いい MV もぜひ見てもらいたいよね、うん、ぜひぜひ、うん、とにかくね、おリアクションメール来てますね、ラジオネームういろう、常田様、うん、失礼を承知で申し上げますが、うん、常田様のサングラスの、横の白いのが非常に面白いですいやまあミクチャを見てる方はねちょっと、そう俺もびっくりしたんだけどね、メイクそう今日ちょっとみんなメイクしてたんだよね、そうそうそう、ちょっと、ね、ちょっと新たななんていうのかな民族集団みたいな、うんうん、あな民族感あるもんね、そう民族感あったんだけど、うん、まさか今まで残ってるとすげえ残ってるじゃん、うん、口のあたりとかよだれみたいになってる白いよだれの跡みたいになってるから、うんうん、これは結構見た人は、まあ、かっこいいしょ、うんうん、かっこいいしょ、かっこいいね、かっこいいしょ、かっこいいしょ、かっ、うん、かっこいい、ちょっと怖いけどちょっと怖いけどなるほどね、ということですよ、うんうん、ありがとうございます、うん、あもういっちゃうの、えそんな感じですか、うん、あじゃあもうなんかここで常田くんとお別れになるみたいですけど、ね、じゃあ最後に残したこと、井口、はい、愛してるぜ、おいやめろよお前初めて聞いたよ、もっとプライベートでいいよそういうこと、ということでキングの常田くんでした、はい、またまたね、打ち上げてください、お待たせしました、キングヌのベース荒井和樹です、はい、あプリテンダーが流れるかと思ったんですけど流れなかったですね、流れない荒井和樹です、よろしくお願いします、はい、まあ、ちょっとみんな知る人ぞ知るかもしれないですけど、まあ、僕の同居人ですね、同じマンションに住み、コーポに住みね、うん、某コーポに住み、某コーポに住んでねイエーイはい、まあ、今日はまあそんなね和樹くんとまあキングの楽曲についてがっつり喋っていく企画なんですけど、はい、大丈夫ですか今日は、はい、ちゃんと喋れますか、ね、うん、前回の飛行艇の解禁の時いい曲だってこう一言言い放って何も説明しなかった和樹くんでしたけど、 ありましたね、あれはもう完全に和樹がその、うん、なんて言うんだろう、俺が音楽の話はまあできないから、はいはいはい、音楽説明要員で呼んできたのよ、そういうあれだったよね、確かね、うん、いい曲確かに言ってたな、うん、そういえばそうちなみにあのさっき応援したあのスランバランド どうでしたか、スランバランドはね、うん、どうよ、いい曲だね、いやいやふざけんなよいやこれ持たないからな、めちゃめちゃ丁寧に、いやめちゃめちゃ丁寧に台本にこういう振りがあるからさおいおい言うんじゃねえよ初 M 捨てはスランバランドだったから、そうだったね、ね、今俺をすごい苦しめてるあの階段ですよまあ今でも言われてるもんね、ずっと言われるんだと思って、もう1年経っちゃうからね、あれからそろそろ ね経つよね、うん、確かに、そうそうそう、まあね、ほらだから最近ほらインスタリスナーたちがさ紅白も階段面白く降りろみたいな言ってくるんだけど、どうですかその辺は、仲間として紅白の階段ね、俺の仲間としてどうですかその辺は、階段あるんだね、階段、おいあるんだねじゃねえよやんねえからお前も煽んなよハッシュタグイグスタトル ANN0 でたくさんつぶやいてください、僕トレンド1位が欲しいな、うん、一人なのかな、おかしいな、あれを作家より静かなやつな年末から大輝がデモを作り始めて、あのスタジオで撮ってたよね、名古屋かなんかの、そう、あのどっか地方で行った時にさ、ね、行って、うん、でピザ頼んでさ、うん、
で大輝がコーラさ、うん、枚数分頼んだらさ、うん、全部2リットルで枚数分来た、ね、それをねマネージャーが ね、ボトルでねずっと、うん、ずっと、いやこのコーラは本当無駄にしちゃいけないみたいな、うん、ただなんかぐちぐち言ってた、うん、ドケチマネージャーがね、食にうるさい、まだ、まだあの時ほらお金なかったから、そうそう、食にうるさいマネージャーって言えば大体みんな分かると思うけど、見た目的に ね、大きい人いるからね、うちのマネージャーは、そんなこともありましたね。そうだね、あの時の記憶あるもんだって、けうわ難しいこの曲みたいな、過去一来たかもしれんわ、ね、サビが全然歌えない曲あいつ書いてきちゃったみたいな思い出して、思い出した、それがちょうどもう1年前だね、だからね、そうだね、そうだそうだ、どうですか飛行艇リベンジの時来ましたけど、この曲はやっぱり四つ打ちが本当に渋いなっていう曲でですねベースラインはね、僕のサチモスのねスー君っていうねベーシスト、そう渋いベーシストがいるんですけれども、その人の、ベーシストオマージュというかですね、僕のなりのリスペクトを込めたベースラインと、ね、構成しておりましてですね、で歌詞に関してはやっぱりなんか確実まであったその僕と私、僕とあなたのその二人の物語から、なんかもっとかなりこう広いというか、なんかすごいなんていうんだろうな、こう本当に大衆的になったなみたいな、歌詞のスケールもこう広がったし、やっぱりこうなんていうの、サウンドのスケールもめちゃめちゃ上がったなっていうので、あやっぱ常田すげえな、やっぱこのやっぱなんていうんだろう、四つ打ちっていうこのビートに、めっちゃ喋んじゃん、めっちゃ喋んじゃん、めっちゃ喋んじゃん、えいいんだ、いいんだ、いいんだけど、いいんだけど、なんか聞いたからさ、怖い、えマジ前のがあるから、あ怖い、あそうかそうか、いやここも引っ張ったらさすがに笑えないなっていう、詰めたのなんかみたいな言い出したところからがすごい怖かった、あ本当、あ本当、そうかそうか、結構ね、いやちゃんと喋んなきゃ、うん、ちゃんと喋んなきゃっていうマインドで、ね、ちょっとメモもちょっと書き込んでるだけじゃん、その一行でよく何それ、四つ打ち、ベースライン、歌詞っていうメモでね、ちょっと喋らしてもらって、開けたなそれどうよその辺のなんか話というかさ、なんか、うん、いいベース弾いてんなって思って今聞いてね、まあ、いいことだけど、それはプレイクス本当にそれで変わったかもね、そうそれで一気に、うん、いい曲になったなみたいな、そうそうそう、印象ががっつり変わったから、なんか結構、うんうん、いいなっていいなっていい曲だな、結局そこの収束するところがねもう全部一緒だからいい曲だな、まあまあまあ今日は割とこう遠回りできてる感じはしますけど ね、うん、いい曲に対してのアプローチがね、まあいい曲ですよね、いい曲ですよね、うん、いい曲ですよね、いい曲、いい曲、いい、そうほら、うん、じゃあOK このラジオはほらリスナーは実はあのね、はい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 、実はって言っていいのか分かんないけれども、うん、シンパ1から4のね、うん、あの熱狂的なファンが多いんですよ、うんうんうん、まあ、カズキはどのシンパが好きですか。俺はシンパ808が好きだ、うん、808あのドープめなね、お前それは記憶がガタガタするさすがに、さすがに808なかったっけ、うん、それだからもうつまり最低でも808曲入ってるアルバムアルバム内で言うと、ね、アルバム内で言うとで36分ぐらいでしょ、37分ぐらいか、いや怖い怖い怖い 0.0 何秒とかすごい速度で過ぎ去っていくね、うん、どうシンパさ、え和樹的には聞き分けられる1から4さ並べて聞いた時にこれが2ですとか、何ん何これが3ですとか言えん、何が並べた時に言えんの、怖いな、あれ言えない、うん、言えるよ、本当言える言える、いや相当自分のアルバムですよ言うて言えなかったらね、うん、まあそうだ ね、まあ、ただ、うん、常田大輝わかんないと思うよ、うん、まあね超本人はわかんない、ね、絶対わかんないと思う、わ、うん、かんないだろうね、いや久しく聞いて長いもんね、やっぱ自分でさ曲、まあ、出したけどさ、ね、自分たちで作ってさ、うん、まあ、聞かないよねやっぱり、日常的に聞くっていうのはやっぱない ね、何かタイミングだったりきっかけがないとっていう感じ、ね、だから俺、ね、だからもう2と3が全く分かんない俺は申し訳ないけどそうなるよね、具体的に言うと、もうちなみにイントロクイズで1と4をこう例えば出したとしても、うん、どっちかマジで分かんない、そうだね、うん、なんか始めか終わりのどっちかっていうところまで絞れるんだけど、うん、どっちがどっちだったっけってなるし、うん、で2と3が流れたとしても、うん、これは終わりと始まりではないから2と3だってはなるけど、じゃあ2と3どっちだってどっちもなるこの話多分リスナー側全然こんがらがって分かんないそんなに聞いてないし絶対これは心配値だね、間違いない、ここでね、これ心配値、これでいい、これはそうだ、
これ2かやべえ全然分かんなかった。これ2か。俺3はね暗い暗い印象なんだよ。なんかそのすっごい素人やばい。誰だこのいい声は。俺だ。これは審判3でしょ。暗いんだよほら。確かに暗いのよ入りが。しっきくさく入んのよ。暗いね、うん、めちゃめちゃベース弾いてるね。やばいね。結構弾いてる。結構ザメに弾いてます。審判1かな。審判4、審判4です。審判4ですね。はいはい。で、アレさんどうですか最近。あの僕と暮らしでなんかムカついてることとかありますか。いやお前さ、さっきさなんだよサバ缶をさ、うん、に火かけてたじゃん、うん、あのコンロで、うん、それでさ、うん、それをさ、うん、3分の1ぐらいお前今にこぼしやがったじゃんリビングで。それがさ、うん、今日俺が持ってきたのバッグにちょっとかかってたの、うん、拭いたよ。いやただお前サバ缶だから。ごめん本当にめちゃめちゃ臭いわけ。後でファブっとく。ファブしたらもう余計多分すごいことになると思うんだよ、ね、ごめん本当にごめん、ね、それですね。すげえ最近の話じゃん。そうあとさなんか出るときにさ、うん、ちょっと洗い物だけするわっつってさ、うん、洗い物したじゃん、うん、さ洗ってさスポンジでこすってさ、うん、あとこれ流せばいい状態だからうっすみたいな。いやうっすみたいな。流せばいい時間あったからラジオの。いや結構流す時間がなかった。いやそんなストイックな入り時間ではなかったと思う。結果ね。いやだからなんか今結構あんじゃん。それ俺が今から帰ってさ何て5時半ぐらいに、うん、ちょっとカピカピになってるやつ皿を流すのか、それではここでアルバム審判から1曲東京ランデブーより東京ランデブーですね。渋いなベースソロしって。そう地味にね。ちょっと初めてなんかこういうあれ俺ミュージシャンかもみたいな。みんなわかるかなリスナーのみんな。実はミュージシャンなんだよね。今それっぽい話をしてたな。今来ない方が良かったかもな。いやそういう意味でちょっと見せちゃったね。なんか意外とプロみたいな。なんかやべえ、うん、ごめんなんかごめん。いやそこ喜んでくれよ。なんか地下アイドルとかともやってたもんね。やってた深夜イベントでね。その日が一番 CD 売れたんだよな。そう、ね、あのアイドル好きのおじさんが買ってくれてみたいな、ね、そうその時10枚売れたんだよ。10枚も売れたみたいな。そう懐かしいね。そういう話もありますけどね。MC とかもさ、うん、めちゃめちゃ試行錯誤しててさ、うんうんうん、やっぱ俺ら当時本当にミュージシャンズミュージシャンだったから、うんうん、MC とかね全然喋れなくて大輝が1回 MC した回とかもあったの覚えてる、うん、あ覚えてる覚えてる。それでもすぐなくなったんだけど あいつなんだっけ。なんかいやほんと最近花粉の時期でね。いやバファリン飲んできたんですけどみたいな。シーンって言ってたシーンってね。あれやばそうだ。あれはやばかったね。あれ以降ないですね。あれ以降ないですね。来月はあれで終わったね。 MC がいやバファリン飲んできましたけどみたいな大輝のメイン MC みたいなのはもういやあれでもうあれで終わりだね。鍛えたね。完全にあいつの MC 生命終わったね。あそこね潔すぎてね。ね。いや何それっていう。誰が聞くのその MC っていう。なんかで掴んで、うん、一気に、うん、おーってなったんだよ。覚えてる覚えてる。それでなんかベースラインやたら大輝が褒めてたの。それは覚えてない。あマジ？うん、あ本当？これ。あこれは売れたわって。あ言ってたんだ。メンバーライン、うん、ああやったわこれは売れたわって言ってた。これは売れたわって。ああそうだね。であのポルシェ買いに行くわってこの時に言ってたってね。言ってたその時に。からまあまあ時間かかったけどねここまでね。言ってたわ。言ってたよ。ローラブを完成させた時に言ってたね。そうちょっと明日の朝ポルシェ買いに行くわって言って、うん、そう言ってたね。言ってた。まだ全然買えません。すいません。まだ買えない。すいません。まだ買えません。いやー恐ろしい。やつかさ、うん、ベース、うん、めちゃ良くない。いいよこれは。いやこの曲とかじゃなくてさ、うんうん、
ベースめちゃ良くない？いや別にめちゃめちゃいいよ。なんか改めて聞くとさ、うん、あなたのベースはいいですよ、すごい。ベースめちゃめちゃ良くない？めちゃくちゃいい。すげえ。めちゃいいよ。すごい、めっちゃいいっす。すげえいいなってちょっと。いや本当に感動しちゃった俺自分に。最高です、最高です。すごいわ。別に俺今結構褒めようとしてたんだけどな、実は。あ、ほんと？あ、そこそこ。いやごめんなさいね、本当に今日は新しいアルバム全部流そうかと思ってたんですけど、いやいやいや、ツイッターで告知してましたね。いやそんなわけないでしょ。確かにそんなわけないよなって、サトロにリプライ来てから。そうでしょ。ああ、確かに確かに。すぐ訂正した。ああ、いやこいつやばいやばい、間違えてる。いい曲を出してきたね。いい曲、うん、常田に感謝。そうだね。ありがとう、本当に。いやいやいや、めちゃめちゃいいベースだな、やっぱり。お前は浸るな、自分のベースに。気持ち悪いから。いいベース弾くな。浸るな、浸るな。俺、どこまでも俺。いけす、いけすがあった。うん。おい、リズム感どうなってんだ。いけす、いけすがあった。あー、なんだか生臭いな。プーンとプーンとプーンと匂うな。はい、キングヌーの CD かと思いきやサバかはい、本当にカーペットについてるから匂いが。ごめんごめん、本当にしつけしつけ、もうなんか謝らせんだよ。本当あのリュックの件は本当にごめん、全然買い替えるし、うん、いくらでも金あるからマジで聞いてくれて。ペンネーム常田大樹。そうだろ。読みますね、ちょっとここの人読みます、まだ見れてないんで、マジかよ。サトルバネーよな、ラジオやめるらしいな、さっき知ってな、俺びっくりしたな。本当に本当にな。頑張ったよな。サトルバネーよな。武田負けたな。織田に負けたな。武田織田に派手に負けてすぐに逃げたな。したら、関ヶ原でな。派手に負けたな。馬で攻めて置いて逃げてかわいそうだな。馬はいいよな。馬はいいよな。馬に乗るとな。楽でいいよな。大事にせんといかんな。馬は大事にせんといかんなとつくづく思うな。馬はいいよな、パカパカ言うよな、パカパカってな、いい音させるよな。馬はパカパカってあの音俺は好きだな。サトルパネよな、なんだかんだサトルパネよな。え、本物なのこれ？本物なの？嘘だろ。あれじゃないの、歴史さんのパクったリスナーじゃないのこれ？あいつは本当にマジかよ。なんだこのメール。異次元じゃないか、やっぱり。うわー、俺、いや、なんだ、いや、4人、これもうキングの4人でね、なんか昔、YouTube かなんかで、歴史さんの動画見たんですよ。だから、これでね、送ってきたんでしょうけど、これがお前らの記載なのか？本当か？確かめる術はないがな。もう終わっちゃうんでね。え、続いて？え、続いて。おいおい、なんだよマジかよ。ちょっとラジオネーム関優。いきます。ドライマンゴーをでっかいヨーグルトの中に沈めたまま一日寝かして食べると美味しい。すごいですね、こいつ終わってるな。まあ、石油節ですね、これはもう。なんか、メールからにしみ出る、なんていうか、やっぱ4人の感じですかね、これがね。いやー、すごいですね。なんか、いいですね。ちょっとエモくなってきちゃいましたね。いやー、ちょっと、キングの6なの送ってこないね、それにしてもね。バカにしてるよね。まあでも、それがね、やっぱ等身大なんですかね、2人のね。最後に、おいおいおい、
もう分かっちゃってるけどさ、この流れで。ペンネーム荒井和樹。サトル、1年間ラジオお疲れ様でした。この1年激動だったわけだけど、サトルにとってはこの番組も音楽と同じぐらいエネルギーを として取り組んだものだったと思う。きっとこれが読まれる前にもたくさんのリスナーの人たちから最終回を知るメッセージが届いたことだろうし、今日のこの最終回がサトルが1年間かけてどれだけのものを築いたのかを表してると思います。いつもメンバーのいつもメンバーの視線を目線を気にしてるけど、もうお前は立派に一人で人前に立てるし、ちょっと前が見えないです俺ら他の3人では間違いなくできないものになってるから、自分でやった分は自信持ってもっと自分を認めてやりなね。今週サトルの引っ越しがあって俺もやっとお前の洗濯物と玉の洗い物から解放されると思うと清々してるけど、お前がいない綺麗な部屋を見るとまあまあ寂しい。3年3ヶ月ぐらいか、マジでこの部屋ではいろいろなことが起こって、激動で長く短い時間だったけど、かけがえのない時間だったな。なかなか楽しかった。これだけ暮らしてそう思えるのはなかなかレアだと思うし、まあ間違いなく俺のおかげだから、俺の引っ越し屋は盛大に頼むぜ。またラーメン食いに行こう。引っ越しもこのラジオの終わりも悟りにとって新しいいいスタートになりますように。これからも駆け抜けよう。あと焼き肉もおごってな。あとウォーターサーバーもよろしく。ああもうやばいですね、本当に無理だ。ちょっとごめんなさい、泣かないって決めてたんですけど。さてここで一曲、ミッシェル・ガン・エレファントで世界の終わり。おー、石油あたりで怪しかったんだけど、もう無理だったわ。ラジオネーム父は公務員。おい和樹、何マジなメール送ってきてんだよ。井口泣いちゃってんだろ。もうダメかもしんない俺今日。和樹のこと思うと涙が